え今回の何やってんだよニュースなんですけども、小学校でね、プールに入るために着替える女の子たちを盗撮していたというね、まあこんなボランティア水泳指導員がいたということで、逮捕、すでに起訴されております。まあつまり、まあ有罪なわけですよ。起訴ですからね。でね、何やってんだよニュースってのはこのニュース自体のこともあるんですけども、この逮捕を起訴された 加害者たる30代の男がね、もう名前も隠されているしね、顔も出てないってことなんですよ、ね。別の何やってんだよニュースでは、加害者の方は逮捕されたりね、起訴されると、必ず顔つきが出て、で名前も出て、なんか、かっこ年齢とか職業みたいなの出てるでしょ。これに関してはね出てないんですよ。つまり、教育現場の闇ですよ。小学校関係者とかねその手の手 まあちょっとつながりのあるやんごとなき人間っていうのはこうやって隠されるわけですよだから、サイドサイドをこういった事件っていうのは小学校、中学校で起こるんですよね性犯罪の大半はこういった小学校、中学校で起きているんではなかろうかと思いますですのでこういった学校にねお子さんをお預けの方信用できる教員や職員なんて誰一人いないですよ、まあ、みんなどうしようもない人間ですよ 本当に、そのぐらい思われちゃいますから、10人からげにされないためにも、きちんとこういうときにはね、うん、こいつが犯人ですみたいに、もう職場復帰できないように、徹底的にやらないとダメでしょ。ダメだと思いますけどもね、全く。何やってんだよ。以上です。